めでとうございます。ありがとうございます。双子。はい、双子です。びっくりした。そうっすね、最初聞いた時はびっくりしました。今月9日30歳の誕生日に双子が誕生した近藤選手。翌日のイーグルス戦では双子の娘さんの誕生を祝う17号ホームランを放つなど、4打数3安打2打点の活躍を見せました。試合後、6勝目を挙げた和田投手からウィニングボールをもらっていた近藤。きっと千葉の実家にあるコレクションルームに飾られるんでしょうね。和田がなんか、はい、ウィニングボールを、はい、いただきました。飾ります。今月2日から移籍後初の4番に座ると、今月だけでホームラン4本、月間打率は3割9分6厘の大活躍。打撃好調のコンちゃんを小鉄が直撃です。あ、その前にこれちょっと右からお祝いというか、はい、ありがとうございます。今自分のバッティングの状態、どういうふうに自分ではどう受け止めてますか？まあ、2、3年前からイメージしてたことがようやく形になってるかなっていう感じは、はい、ありますし。現在パリーグで3割を超えているのはバファローズの頓宮とホークス柳田近藤の3人。今月初めから4番に座る近藤の打撃成績を見ると、打率3割6厘でリーグ3位、ホームランも柳田を上回る18本でリーグ3位、打点67はリーグトップです。ホームランの争いで今上位にいるっていうのは、はい、今まで多分こういうのはなかったのかなって思うんだけども、まあ、今でも信じられないというか、はい、なんか不思議な感覚ではいますけど、うん、これあの勝手なメディアのこう見方もすぐしちゃうんですけど、はい、三冠王も狙えるんじゃないかなって。いやいやいや、もう恐れ多すぎて4番ここ最近は打たせてもらってるんで、その打点っていうのは、うん、意識、やっぱ試合を決める位置だっていうのは意識してますけど。ホームランはこれまでのシーズン自己記録11本を先月初めに更新。ファイターズからホークスに移籍直後の今年1月、こんな風に語っていました。少し長打を増やしたいだとか、そういう思いも多少出てきているので、その長打に意識を置くことっていうか、やっぱりこう長打も打てて小技もできるっていう。長打を増やすことを意識して臨んだ今シーズン、その言葉通り長打率は5割3分1厘、得点圏打率、出塁率とともにリーグトップの数字を残しています。いや、でもまあただ単純にゴロを打たないように意識してるだけなんで、ホームラン狙ってないですけど、ゴロ打ったら、ね、ゲッツになってしまいますし、あのそこは気をつけて打席に当たってました。なるほどですね、はい、ゴロを打たないように、その意識が長打量産につながっています。近藤の今シーズンの内野安打はわずか1本。さらにアウトコースのボールを逆方向レフトスタンドへ運ぶホームランも増え、全方向に放っています。テラス様様って感じですけど、はい、あのまあ、逆方向も持ち味だと思ってますし、やっぱり内外関係なく強い打球を打てるようにしたいなと思って練習してるん で外だけ投げておけば、まあ、楽だとも思われたくないですし、まあ、結局インコース体に近い方がやっぱホームランになる確率も上がると思うんで、やっぱ外をしっかりきっちり強い打球を打てれば、やっぱ内に来る回数も増えてくると思うんで、うん、そこは意識してるところはありますね。アウトコースのボールも長打にできれば、得意のインコースのボールも増えてくる。もはやストライクゾーンはどこでも打ってしまう無双状態。そして個人の目標としてもう一つ掲げているのが、こう1年間グラウンドに立ち続けたことがないですし、143試合全部出てチームに貢献する。まあ、こんだけ状態よくいいと、もう
残り試合も50試合切ってますけど、はい、心配なのは怪我だけだと思うんですが、はい、右膝ちょっとやりましたけども、ね、はい、あれ守備中でしたけど、もともとちょっと不安が、はい、いやいやいや、もうあの時一発って感じですかね。痛かったですね。あ、先月30日センターの守備で打球を処理した際に右膝を負傷、指名打者での出場が続いていましたが、先週末から守備にも復帰、ファインプレーも見せました。1月にスタジオ来ていただいた時も、はい、全試合のこと言ってましたけど、はい、そこが一番ですかね。試合にずっと出て成績を残すっていうのが、まあ、この今になってどれだけすごいのかなっていうのが分かるようになってきたんで、うん、上昇を狙うチームに入ってきて、はい、そのあたりの難しさだったりっていうのは、結果を一番見られるところではあるので、その自分の中で結果が出ないと変えられるっていうプレッシャーは常に持ってます。やっぱ調子悪い人を待って調子上げるっていうよりは、今調子いい人を使うっていう、そんな感覚があるので、そこは本当に隙を見せないようにっていうのは思ってます。試合に出て成績を残すことが大事と、本当に頼もしいバッターですよね、うん、小鉄さん。今あのストライクゾーンどこでも打てるってありましたけど、はい、逆に言うとボール打たないってことなんですよ、うん、でそれちょっと証明する数字があって、はい、今出ていますが、これボールゾーンスイング率、これボールゾーンにバットを入れたスイングの回数の率ですね、はい、打球当たったのも空振り含むんですが、うん、近藤選手だけにもう 20% 切っていますよね。まあ、それだけ自分が見極められている、もう本人もやっぱり振っていい球と振ってはダメな球が自分の中で見えているっていう、ね、言い方してましたから、まあ、結果そうなるとフォアボールの数も必然的に増えていって、うん、今フォアボールリーグでこうやってダントツになっているんですね。本当だ、まあ、こういう数字見るとやっぱ圧巻だなと思いますけど、近さんもどうでしょうか。いや、まあ数字だけ見るとね、ダントツですしすごいんですけど、これができないんですよね。ただやっぱりその球を見極める力、それが出塁率になって、それによってやっぱりストライクを打っていけば打率も上がっていくという、まあ、彼自身のその力というも怖さというものがこの数字に表れていると思うんですよ。ただやはり、優勝していくチームの中で彼の存在の大きさというものが逆に研ぎ澄まされて自分の力を増やしている、すごい選手だなと思いますね、うん、今のホークスに欠かせない存在ですよね、はいはい、その近藤選手から今週プレゼントをいただきました。近藤健介選手のサインボールをお一人にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を書きの上、ご覧の宛先までご応募ください。締め切りは来週火曜日となっています。たくさんのご応募お待ちしております。